ノバティナガノは大阪府河内長野市本二24の一にある南海電気鉄道高野線河内長野駅に隣接する地方型の大型商業施設である。南海が営業していた頃はノバティナガ南海と称されることもあった。1960年代から盛んに造成されるようになった河内長野市のニュータウンにふさわしい駅が求められるようになり、南海電気鉄道、 声優河内長野市などが出資した第三セクター、河内長野都市開発が、河内長野駅周辺の再開発事業の一環として1989年4月20日に開業した。2005年4月1日からは、同鉄道の完全子会社南海都市創造が営業を行うが、2009年に南海都市創造と声優は撤退し、 その後継としてサンプラザが各店舗となって営業している。なお、撤退した南海都市創造は2010年10月1日に解散した。2009年に中核店舗であった声優が経営難を理由に撤退した際には、北建ての約80%が秋きか、売り上げが約85%減少、450人の雇用が喪失した。 その後の数ヶ月間は床を集約しながらの暫定営業となったが、高計画店舗の選定と大型専門店の誘致約2.09億円を投じたリニューアル工事を経て、現在は再び多くのテナントが入居し、全面営業を再開している。立地としては、1日平均上高数4万5000人級の何、な売上高は、 約63億円で、1日平均来客数は約1万千人。河内長野駅前のバスターミナルを取り囲むように、北立、南館が駅舎と3つのペデストリアンデッキによって連結されている。西側は長野商店街、駅前大通りに面している。のばて長野北立地上5階、地下1階建ての延べ床面積2万119平方メートル。駅舎とは三階。 南関東は2階からペデストリアンデッキで連絡している。なお、5階は学習塾の類塾と河内長野市立の子育て支援施設アイク。4階はキャンドゥやキャップ書店などのチェーン店。1階から3階は主に専門店街と島村、地下1階は食品スーパーサンプラザが入居している。なお、専門店が閉店する20時以降。 および月1回程度の専門店休業日には、階段及びエスカレーターは閉鎖され、エレベーターのみ利用できる。主な入居施設のバティナガの南館外館地上12階建ての延べ床面積17,222平方メートル。西ウィングは地上1階から3階までは飲食店街と公共施設が入居しており、4階から12階には駅直結マンション。 フロンテージ長野がある。東ウィングには1階に商業施設がロータリーに面しているほか、屋上までが立体駐車場となっている。また、駐車場に関しては、地下駐輪場と平面駐車場も含めて450台の収容能力がある。北建と駅舎とは2階からペデストリアンデッキで連絡している。主な入居施設のバティガの南館西ウイング東ウイング。 ありがとうございます。